こんばんはです、こんにちはです。ソウルトルのビートトーク始まりましたでございます。始まりましたでございます。今晩もですね、中島君に来てもらいました。イエーイ、よろしく。今日はですね、はい、何の話をするかと言いますとですね、はい、とりあえず僕が中島に話して、はい、こんなことやってますよまだとか、はいはいはい、そういうこと、そういう面白い、はい、そういうことって皆さん喜んでくれるかなと聞くと、喜んでもらえると嬉しいですね。はい、いやでももう本当徹さんは僕お届けキャッツやられた頃から大好きで、はいはいはい、出会いって僕がそのゲンっていうバンドでデビューするときに、うん、ディレクターの人にどんなドラマーが好きなんだって、うん、どんなドラマーになりたいって言われて、うん、僕はもうソウル徹さんみたいに要求されたら何にでも応えられるドラマーになりたいって言っただけだったんです、うん、そしたらすぐ徹さんに連絡してくださって、うん、でお会いできることになって、うん、でまず僕誰にも習ったことがなかったんで、うん、どこにもこうクリニックも行ったことなかったんで、うんうんうん、話を聞けって言われたんですよ。でじゃあって言って、多分徹さんが指定してくださったんですけど、うん、スタジオを4時間抑えてくれって言って、うん、で僕と当時やってたベースの中村、そうだ、はい、思い出しました、思い出した、幡ヶ谷のスタジオに、幡ヶ谷だ、はい、でそこで2人のリズム隊を丸々ちょっとこう見てあげるよって言われて、 うわ嬉しいと思って、でスタジオに行って、うん、ちょっと僕ら先に行って、だからステッティングをして音出しして、徹さん待ってたんですね、うん、で徹さんいらっしゃって、で初めましてってご挨拶して、いろんな話、雑談からもう徹さん入ってくださって、うん、僕らちょっと緊張してたんで、うん、そしたらその雑談がね2時間あったんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。2時間でももう僕らは楽しくて、当時世良政則さんのお話とか、はいはい、いろんな方のお話をされて、バンドを、はい、バンドの、ね、そうです、うん、でじゃあちょっと叩いてみようとかって言われて、レコーディング、ファーストのレコーディングでご一緒してもらう前だったんで、うん、その時の曲を自分らなりにアレンジしてたのを、うん、そのドラムとベースでやったんですよ、うん、で徹さん、あ、もう分かった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 、3曲ぐらい確か、うん、ドロンコとバラ色と、うん、わあ、なんか勝手じゃんかなんかをやったんですね。でさあ徹さんが、中島はとりあえずドラムセットの高さから直そうと、うん、言われて、で一目見て、お前の体、腕の長さから二の腕までの長さから足、腰、うん、全部体格を見てこの高さにした方がいい、徹、うん、さんが言ってくれて、うん、角度も全部変えてくれたんですよね、うんうん、ハイハットも今でも覚えてるんですけど、うん、僕すごい低かった、低かった、うん、低かった、覚えてる覚えてる。でそれだといろんな意味でダメだ、うん、そのレコーディングした時のマイクにも他のいろいろ乗ってくるし、うんうんうん、少しでも高くして、もうちょっとスティックの腹でエッジ を叩くようにしろって言われて、でそれをまず初回習って、でそれ未だにやってます。あ、そう、もう未だにセット変わってないです、あのままです。確かあの時は3点だったんですけど、うん、今2バスでタムも増えたりとか、うん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 、シンバルも増えたりしてるんですけど、基本はあのままです。センターは変わってないってことですね。変わってないです、何にも変わってないです、はい、高さも角度も全部そのままです。でなるよね、はい、でその時に徹さんが言ったのが、体を壊したくないだろうとおっしゃったんですよね、うん、長いことドラムを続けたいんだったら、うん、騙されたと思ってこれをやれ、うん、騙されましたね。完全にでも騙されてよかったです。僕ね、一回も体を壊してないんですよ。あ、それすごい。一回も壊してないですよ。それすごいよ。もう全部それは徹さんのおかげです。あ、よかった。本当にもう今日来てまずそれで俺を言おうと思ってたんですよ僕。ありがとうございます。いえいえいえ、そうなんですよ。でその時の練習で見てもらって、うん、でまあベースとドラムにちょっとアドバイスをもらって、うん、的確の名をいただいて、うん、その間が大体30分だったんですね、うん、で4時間撮ってたんで、うん、2時間話して30分練習してやって、1時間話して30分片付けでした。そうだね。そんなもんです。そうですよね、はい、そんなもんです。いやそれがねすごく、でももうそれ以来ずっとそれをやって、うん、で教わったことといえばすごく印象的なのは、うん、僕もう本当にさっきも言ったんですけど、うん、どなたにもこう習ったことがなかったんで、うん、アクセントの付け方がちょっと下手くそだったんですね、うん、で徹さんが強い音と弱い音のちゃんとダイナミックの差をつけた方がいい、うん、でその練習として教わったのが、こうスネアだけで前に鏡を用意して、うん、で
ここから自分が目線でここから下が隠れるように新聞紙でも何でもいいから貼れと。で強く叩くときはスティックが上まで出てる、うん、弱く叩くときはスティックが出ない、うん、これを練習しろ、うん、でこのスティックの軌道ですよね、うん、1234、うん、1234、これをその時に教えてもらって、うん、未だにやってますもうスティックも1234、1234、もうこれです。もうずっとそのシングルストロークをずっと守り続けて、うん、もうトールさんイズムをそのまま、うん、で新聞紙を貼って、うん、3連でこ う, そ う, そうあのやれと見た感じが全部こうやって見える。そうなんです、全てパラディドルもそうシングルストロークも全部がこうやって見える。そうなんですよね。それを未だにやり続けてます。 あとはトールさんがあのレコーディングの前に体を慣らす方法、うん、もういろいろこうあこれとかね、そうです、これとか全部教わったんですけど、一番いいのはでもあの自分でストップウォッチ置いて1時間ずっと120でタカ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 タずっとシングルストロークやれ、うん、でえっと思ったんですけど、確かあの山中湖の合宿に、うん、合宿だ、来てくださった時に、うん、あのそれをやって、うん、やったらやっぱり体全身ほぐれてるんですよね。足の先までほぐれてるんですよね。あれはすごい不思議で、あれいいの、なんでですかね、こうただシングルストロークやれなくなるんですけど、ね、意識が落ちるんだよね、うん、こうやってるんだけど、うん、なぜかこうやることによってなんか全身が動いてるんだよね。そうなんですよね、うん、全身がちゃんとこうポカポカして体が全部ほぐれて、うん、あったかい。でレコーディングするときにもう一発目からちゃんと腕が動いて、これはすっげえ驚いたと思って、うん、それもそれ以来ずっとやってますよ。 あれいいよいいですね、うん、時間が取れなくても10分でもそれやってるだけでもう全然違いますね。で最近ねジルちゃんの練習台が出たの、はい、あ、そうなんですか。あれいいよ。あ、そうなんですね。うん、ジルちゃんのね、こんなもんなんだけど、はいはいはい、ポンと置いて、ポンと置いて、タカ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 タってやってる、はいはいはい、で、音がそんなしないの。あ、いいですね。うん、じゃあ置くだけのタイプのやつ。そうそう。ポンと置いて、タカタカタカ。いいですね。はい。あ、いいよ。いやいや、もうだから、それを、もう、トールさんにお会いして35年ぐらいなんですけど、ずっとやり続けてる、バカな弟子がここに。いやいやいや、素晴らしいと思うよ。あの、すごく大事なことそれ、はい、うん、やっぱりほぐすってでシングルでダーってやってるとなぜか俺もこれは不思議なんだけど、はい、わーってやってると足まで楽になる。そうなんですよね、うん、本当ですね。本当に全身がこうちゃんとこう動くというか、うん、動くというかなんだろうな、ちゃんとこう温まるんですよね、うん、でなんかこうでもなんかこう1曲目からこういけるなって感じ、うん、それがねすごく不思議なんだけど、ひたすらもうシングルストローク。いやもうシングル、本当もうこれ、うん、強くなくていいって言われて、うん、タカ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 タなってもいいの、うん、そうですね、うん、まあでもここをほらこう3年やりますよ、パラデルやりますよって線引くのってね、はい、もう DVD でもやってますもんね。なんかやってる気がしますね、うん、線引いてくれた人あ、そうなんですか、確かそういうことやってるけど、VHS で見た、うん、そうだやってる、僕それ買いました。だからこっから出てんだもん、アトスから。あ、そうなんですか。そうだよ。いや俺帰ったらねちょっと見ます。あ、VHS ですよ、 VHS。 そう、アトスコーポレーションって入ってる。ちょっと感激ありがとうございます。いい、ありがとう。ここから発売です。あ、そうなんですね。いやでもあれはもうおすすめですよ皆さん、本当に。でこれこういう風にしか見えないんですよね。そう、本当に彼が作ってる、彼が作ってる、彼が作ってる。そうなんですか。もう足向けて寝れないですね。いや今もうあの僕一緒に人間図のメンバーとプレイしてる時もあのそればっかり気にしてやってますね。いやだって大事だもん、はい、うん、あの何が大事ってこの軌道が大事じゃん、ドラムって。はいはい、そうですね、うん、だからこの軌道がこうちゃんとできてるっていうと、はい、すごくなんかねやっぱり音がいいんだよね。あ、出る音のすごく出る、出音が良くなる、うん、それがすごく大事。いや、あの、いや、僕が体現してます、それ。すごいね、それ。35年やってますよ。すごいね、それ。でも、すごいですね。一度も体壊されたりと腰も悪くとか。一回もしたことないです。僕はね、やっぱね、通話の早いのでやっちゃったんだよね、はい。そうですね。徳さん、お会いした時にそうおっしゃってましたね。うん、はい。もう、だから ずっと外せないもんね、これ。あ、そうなんですね。トレーナーにやっててくれ。僕は本当にトールさんが一番最初に、ね、あの体壊したくなかったら、うん、こん
ムセットにしようって言ったままやったら、うん、本当に体を一回も壊さなかったという。それはすごいよね。肩も肘も膝も腰も、うん、どこも一回も壊してないですね。俺は他は大丈夫だな。でも確かそうですね、何本もその教則の映像やらせてもらってますけど、うん、結構毎回のようにやっぱりその体壊してダメだからって、うん、例えば準備運動とかね、うん、いろいろやるのにしてもストレッチにしても、はい、なね、痛いと思ったらやめなきゃダメみたいな、うん、続けちゃダメみたいな、うん、そう、なんかすごいそういうのはね、すごくいつも言ってた気がします。徹底してる、徹底して。だからさっきのスツールの話もなんか僕前聞いたような気がします。高さが、はい、要するにそうだと絶対腰やっから、はい、だから基本的にちょっと前座れとか、そう、そう、そう言ってました。あのちゃんとあのここの関節が、関節がここの関節がちゃんと動くように前に座れ、それもやってますずっとあれそうなんですね。なんだっけ、あのアトスで出してるやつでね、こうやってペダリングした時に、はい、足のこの指はどうなってるだろうっていう実験やったの。ほう、だからあの、はい、アクリル板ね、はい、アクリル置いてもらって、はい、アクリル置いてもらって、こう踏んだ時は、あ、足ってこうなってんだって、はいはいはい、そしたらちゃんと足ってクローズとオープンやってんの、こうやって。あ、なるほど、クローズとオープンしてんの。はいはい、あ、これ面白いよ、すごいですね、うん、だからベイドラが硬く、硬い音が出したい時はちゃんと親指がこうなってんの。はいはい、うん、でオープンの時はトーンって音はドーンって音はちゃんとこうやってここでケアしてる、はいはい、音のケアを、はいはいはい、あれ面白かったです ね、 ですね。裏から撮ったんですよね。やりましたね。やったよね。なんか今思い出しました、うん、あ、裏から撮ったの。そう、これをカメラが動いてくれた。面白い。それでじゃあやってみようっつってやってみたら、こう踏んだ状態にするよって、はい、お、ちゃんと硬い音が出る、指がちゃんと硬い音って言ってるって、なんか指が動いてるっていうのが見えるって、動いてる、動いてる、なんかした気がしますね。あの足の指って分かんないじゃん。そうですね。でも足の指ってすごく重要だよっていう話してて、うん、はいはい、でやったの、はい、したら、あ、ちゃんと指って動いてるって、あれ面白かったね。なんかやりましたね、うん、いや、ちょっとおかしな話あるんですよ。僕本当クローズで踏むのが大好きなんですよ、うん、バッてもう、うんうん、で、あのほとんどオープンにはしないんですけど、うん、自分の足の親指確かにそうなってるかもしれないですね、うん、こうやってね、グッとなってますね、グッと、はいはい、あれ面白いね、面白かったよね、あれ、へえ、うん、そうか、うん、足でもオープンクローズがあるんだっていう話をして、なるほど、はいはい、うん、それからまた変わったかな、俺いろいろ、うん、教え方も、はいはい、うん、こう、はい、やっぱりサンバ系も、うん、オープンクローズ、オープンクローズって使ってるんだよね。ドドンって、そうかそうか、開いてドン、こうやってんの、ドドンドドンドドンになってんの、2個目でこうやってクローズになって、なるほどなるほど、とかね、はい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 、うんうんうん、いや、その足で言うと僕もう一個だけトールさんにちょっと直されたというか、うん、強制されたんですけど、うん、当時あのハイハットオープンにする時、うん、完全にペダルから僕足を、うん、外しちゃってたんですよ。あ、そうだ、そうです、乗っけとけって言った、そうです、トールさんが外しっぱなしだとまたそこに戻るアクション一つあるだろとか、あとそうじゃなくてここにある段階でそれこそあのこっちの指もそうなってるのかもしれないですけど、うん、こう上げる下げるで、うん、ちゃんとオープンとクローズを自分であのコントロールしてできるように、うん、それで強制された方法っていうのがハイハットペダルにペダルスリッパをガムテープでぐるぐる巻きに足が離れないように、そう、スリッパの中に足を入れろと。うわ、だから外そうと思っても外れないですよ、外れないね、外れないですよ。だからレコーディングもそれでした。そうだそうだ、外すなと。あ、覚えてる。そうですそうです、うん、トールさんがわざわざトールさんの手でガムテでそうそう、やったやったそうです、やった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 、覚えてる覚えてる。そうで、それであの外さない癖がついて、うん、それも今でもやってます。いいよね大事はい、うん、いやいやいや、いろいろあります。あるね、本当に。そうと思うとね、まあ前回話したミュートもそうだしね。そうですね、ミュートもそうですね。いろいろあるよね。いろいろありますね。いや、面白いな。あと一番最初トロさんね、僕にね、あのハイハットを13インチを勧めてくれたんです、うん、あの通常14インチ、大体14インチなんですけど、あの中島の手の振りは13の方が絶対いいぞって言われて、うん、で13をその時あのトールさんの確かね、お風呂っていうかトールさんの持ってたのをそのままいただいて、うん、ずっと使ってたんですけど、
割れちゃって。ああ、やっぱ割れた。割れちゃった。僕12だよ。あ、今そうなんですね。さっきですね、もうちっちゃいと。12で13は何年前かな、20年ぐらい前までは13.1をずっと使ってたんですけど、その後ちょっとこうバンドが変わるタイミングとかいろいろあった時に14にして、でそこからまあそれだけは今14使ってはいるんですけど、いや今のバンドだったら14の方がいいよ。そうですかもしれないですね。14が入って、だから14を使ってやってます、SG 系の音には、金物吸われるから、そうですね、いやそれギターの音って金物吸われちゃうんです。そうなんですか、負けちゃうんです。ガーンって出された時にシャーンってやる音って、ガーンとシャーンが合うとギターが勝つ。なんか帯域なんですかね、帯域、ギターが勝っちゃう、そうギターの SG がによく出るあの帯域みたいのはね、もちろん全部じゃないんですけど、かぶってるとこあるみたいですね、あそうなんですか、SG が一番あんの、 知らなかった。 SG は吸うの、ハット、やっぱそうなんだ。そうなんだから、シーシーシーとゴタン聞こえてても、次の頭のドーンでギターガーンやられると金物スッってなくなって聞こえる場合がある。SG だけね。 SG だけ、僕人間数はギターで和島君は SG なので。そうですね、 SG あるんだよ。はい、そうですか、だからあんなにバコンなゲドーは、ヒデさんが意外とストラート系多いでしょ。そうですね、 SG 使ってないですよね、昔ダブルネック、SG のダブルネック、あれ使われるともうすっごい大変なの、あれは。でももうないから、使ってないからもう全然バランス楽だもん、あの SG ってなんかある。知らなかった、ちょっといろんな人に聞いてみようぞね。なんかね、 SG がシンバルの音吸うっていう、SG 使ってるギタリストと一緒にやるときに必ず起きる現象なんだけど、ハットがあれいない、特にハットですかね、ハットとここのシンバルがね、 あれって思うときある。そんなにでかい音量じゃないって、ほどほどよ、ほどほどの音量でそういった感じに。そういう時って対策って何かされます？シンバル変えたりとか。シンバル変え、一番いいのはシンバル変えちゃうのが一番いいですよ、きっとね、で逆に厚いシンバルだったらば、その時は、K にしたのかな、僕。あ、そうなんですね。したらアタックだけは出るの、余裕はないよ、その代わり。なるほど、アタックは出るの、ガーンって、あ、そうなんですね、でハットは困った、ハットすごい困った。最後どうするんですか、そういう時。いやもうこうやるしかない。いやいいっすね、こうやるしかないって。いや僕もね、自然とこうなってますね、今ね、ずっとこうやるしかない。もうそうなんですか。なんかあるんだね。中島さん感じます、やっぱりその。今具体的に徹さんにこういうふうに教えてもらうまでは、何っていうことは気づかなかったですけど、あのレコーディングでたまに、あれなんかハットだけさっきよりあのボリューム感なくなったなとか。やっぱりあるんです、クラッシュが、あれなんでこれ左側だけうまく聞こえないの、ミックス感で、ミックスのされようであるのですね、ライブの時もそう。そうですよね、だレコーディングなんかではそのギターのいる位置がやっぱあるので、だからギターの位置さえちょっと変えてくれれば全部が出てくるの、レコーディングは。でもライブの時にね、出音がもしかしたらそうなってるっていう可能性ありますよね。いや、ライブの時は難しいですよね。でも、そう、僕はもうあの力いっぱい何でもやるタイプで今ずっとやってるんで、そこはもしかしたら力いっぱいやってるせいで、なんとか、なんとかいいんだ。なんとかいってるのかもしれない。あの僕ね、特に思ったのはこのパッチンパッチンパッチンがついてるスイッチ。ロータリーのあのスイッチのやつですか。ここになんか 5段階がついてるスイッチあるじゃん。カチカチって。で、を使ってる知り合いがたまたまいて、で、うわかっこいい SG じゃないですかっつって、ガーンってやられた時にドーン、あれって、やっぱそうなんですね、なるほどなるほど。でね、アンプその時何だったっけな、ハイワットだったっけな、ハイワットで SG、 あーなんか抜けない、俺のシンバル今日抜けないって、あった、そういうこと、はい、
ハイワットに SG だった昔の風とかがそうそうそうピートタウンゼントピートタウンゼント完璧そうだよね。これねこれじゃん、うん、そうですよ、ね、うん、5段階のパン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 って、まあ、4段階かな、うん、キースムーンハイワット置いてなかったりしますから、うん、キースムーンハイワット使ってないもんキースムーンみんなサイドシンバルそうだあれなんである人でやめたんだろうね。コメントないんだよね。残ってないの。なんでハイハット置いてないんですかみたいな。わかんないですねあれね。いや昔はあったの。ありましたよね、うん、だって昔はあったんだけど、うん、ね3枚目か4枚目で突然なくなったの。なんでなくなってか。あコメント一切ないんですか。ない、はあ、それに対して文章残ってないの。あそういうことなんですね、はあ、まあちょっと置いといて、ね、違う方向の話になっちゃうあのもしご存知の方いらっしゃいましたらキスムーンがなんでハイハットをやめた理由はあのぜひ番組までメールをいただけますか。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうこればっかだこればっか最近そうですね。あとね徹さんとの僕思い出といえば、うん、あの徹さんが僕にねあれは世良政則さんと沖縄に、うん、多分ツアーにいらっしゃって、うん、それ帰ってきて一緒にこうちょっとこう徹さんのライブに僕が行った時かなんかとにかく一緒にまたその時もご飯食べたんです、うん、その時に徹さんが中島さこれいるかってその時着てた MA1 を脱いででこれ世良君とお揃いなんだよって言って僕にくれたんですよ。そうだっけあの世良君とお揃いでしかもこれは今まで俺が着てたもんだから俺だと思って大事にしろって俺だと思ってってどういうことだろうと思いながらもらいましたけど今でもちゃんと大事にしてます。背中に刺繍の入ったはいはいはい、はい、セラさんと同じやつ。そうですそうです、うん、あの沖縄で刺繍入れてきた。そうそうそう MA1 をそうそうそう、はい、それをもらったのとかあとはあれですねやっぱりさっきもちょっと出ましたけどあのニューヨークのニューヨークに、うん、あの現でレコーディング行った。リッツ、はい、うん、リッツというライブハウス、うん、大きいホールみたいなライブハウスに徹さんが連れてってくれたんですね、うん、あのジンジャーベイカーとジャック・ブルースのワンナイトセッション。中島行くか。よかったっすよね。かっこよかったっすよね。うん。かっこよかった。で、それ。ちょっと待って。でもあの当時で、はい、あの当時で、あの当時で40代後半、ジンジャーベイカーが。それぐらいですね。はい。まだ50になってないよね。ぐらいだと思いますね。うん、はい。面白かった。いやもうライブもすごいかっこよかったし、勉強になることもいっぱいだったんですけど。何よりその入る時に徹さん僕連れてってくれたじゃないですか、うん、でお客さんいっぱい並んでて、うん、で並んでるのに徹さんが行ったらライブハウスの人がバッて出てきて「わあどうもこうもウェルカム」みたいな感じで「こっちへ」っつってもう並んでる人を横目に「あれ?」みたいな「俺ついてっていいのかな?」みたいな徹さんど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 んもう VIP ですよさすがと思ってもう「いや徹さんについてきてよかった」って今並んでたら「まだあそこだよ」みたいな。まあ知り合いだったからね。いやでもそれもすごい印象深いですね。嬉しかったっすね。いいホールだったよね。いや本当に音も良くて。ね。2階から確か見させていただいたんですね。あのなんつったらいいんだろう。ゼップみたいな。うんうん。今日本にあるゼップのちっちゃくしたような感じなの。そうですね。うん。赤坂昔の赤坂ブリッツがそのままちっちゃくなったような。すごいちっちゃくなったような。意外と2階席からも近かったですね。うん。2階席も見やすくて音いいの。そうなんです。2階席の一番前に座らせてもらって、うん、これであれってあの席を用意していただいたんですか。そう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 連絡して、うん、いやー感激でしたジンジャーベーカー見れるのかと思って疲れてたねジンジャーベーカーの時ね。手が上がらなくて手があれダーンだでもかっこよかったですけどね。かっこよかった、あれってもう何がすごいってジャック・ブルース。そう本当もうとんでもない恐ろしかったあの時、はい、恐ろしかったですね。恐ろしかった、うん、かっこよかった。はい素晴らしかったですよ。素晴らしかった。こんな思い出話でいいんですか。すみません、思い出話ばっかりしてしまいましたけど。いいんですか。全然全然、はいはいはい、いやいやありがとうございました。な本当にもう、うん、なんかこうずっと徹さんの弟子っていうにはなんかこう出来良くないしどうしようと俺ずっと思ってたいやいやそんなことないよ弟子だよ本当に。いやもうじゃあこれからちょっとだけ、はい、ちょっともう育てたつもりでいるもん。もうじゃあソウル徹さんの弟子の中島信ですよろしくお願いします。面白いよね。嬉しい限りですよ。他になんかエピソード大丈夫ですか。もう言い残したことは、うん、あと
とはあれですね、トールさんにあれです、六本木のピットインに、これ方さんとの、スーパーセッション、スーパーセッションだ、はい、見においでって言われて、うん、で見に行かせてもらって、でトールさんがその時ツーバスをやられてて、うん、でツーバス、もうツーバスだけですよ、ツーバスだけで3分ぐらいソロやったんですよね、うん、足だけでね、足だけで、足だけでソロを3分ぐらいやって、やったやった、もうあれが圧巻すぎてもうそれでもちろんドラムソロの時間があって、うん、で確かね7、8分もっと長かったのがやってらっしゃったんですよ、3部構成になってるんです、ね、そうです、すっごい長いドラムソロやられてて、もう目が離せなかったんですけど、その中でももう足だけのソロがもう圧巻で、もうそれね今でもやりたいと思ってるんですけどちょこちょこ練習はしてるんですけど、でもまあでもいつももうトールさんの背中を追っかけてやってます。いや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 、もうそれで言うともう一個ね、僕が現で名古屋にツアーに行った時に、うん、トールさん前乗りして、前乗りじゃない、前の日が横関さんの、はい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 、横関さんのセッションでドラム叩かれて、はいはい、でその時に、お中島いるんだって連絡が来て、じゃあちょっとクワトロ来いよって言われて、うん、あじゃあクワトロ行きますって言って、うん、で見るのかなと思ったら、お前じゃあここに座ってろって言われて、徹さんの椅子のすぐ脇で、覚えてる覚えてる覚えてる、座って、でここでちょっと音聞いてろって言われて、うん、お付きの方とかね、こっちにいてとかいろいろしてたんですけど、僕丸椅子を出してもらって徹さんのすぐ脇でずっとステージ見えてたと思うんですよ、きっと僕のこと、ああいいお客さん、いいであれは誰だろうってなんか妖怪みたいなのがいるみたいな横に座ってると小さく座って、こうトールさんのプレーをずーっと見てましたけどねそうでした、あれも印象深かったですね、もうトールさんのもう手さばき、足さばき、エディだよね、あそうです、エディだよね、そうです、ピアノね、はい、そうです、はい、エディさんですよね、こうベースじゃん、いや、ベースの方だけちょっと覚えてないですけど、ボーズあ、そうだったかもしれないですね、はい、そうだ、諸田こうだ、ベストメンバー、諸田さんですか、あれベストメンバー、ベストメンバーだよ、わお、そうそう、横関さんって横関敦さん、あ、そうです、横関敦さん、ジェットフィンガー、ジェット、はい、のソロをやってたの俺、ずっと、うん、4枚ぐらいやった、で、4枚目に新見君と一緒だった、あ、そうなんだ、うん、2人でドラムやったの、ツインドラム、すごいっすね、うん、でいやいや曲分かれてね、あ、うん、なるほどなるほど、新見君のコーナーと俺のコーナーとあってやったの、はいはいはい、今バウアーの T シャツですからね、そうバウアーうわ僕ずっとさっきから見てましたけど、京さん、はい、京さんありがとうございました来てますよ、うん、ほいで久しぶりにゲドーと人間数でお会いした時に、ね、サウンドチェックの時だけですけど、トールさんにちょっと内緒でずっと近くで僕こう見てましたトールさんの こっち側でこうやって、だからその現の頃に呼んでいただいて、あの時のシーンを思い出しながら見てましたね、なんかこう感激が蘇った感じ、嬉しいねいやいやもう本当に、ね、もう話し出したら尽きないんですよね本当に、はい、いやでも、いいねこういうのね、はい、こういうのすごくいいな、はい、楽器教則 DVD シェアナンバーワンアトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。ブルース、アドリブソロ、F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらにあります、機材セッティングなど DVD で人気の映像が100本以上見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てがわかります。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。